葉ライオンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発菅野が、西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。2球目打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている山田。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは菅野、そしてキャッチャーは大城。このバッテリーをライオンズ。さて、バッターボックスの福留、どういうバッターなんでしょうか。ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくない。インサイド落ちました、一塁アウトで3アウトチェンジです。さあ、これからライオンズが守備につきます。そしてバッターは亀井、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。インサイド落ちました、森が抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っている坂本。黒田、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、セカンドうまくさばいて2アウトになりました。3番バッター丸、2アウトランナーありません。この回の黒田2球でアウト、あっという間に2アウトです。そうですね、打ちました村上、2アウトランナー1塁。バッターボックス岡本、ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ、まず1球目、走ってきませんね。インコース詰まりました、黒田が抑えて3アウトチェンジです。2回表に入ります、ライオンズの攻撃。バッターは DH カブレラ。ライオンズ得点に動きはありません。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには5番村上。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました、ストライクです。次が2球目、2球目打ちました、ここは打ち上げています。取って2アウトです。バッターボックスは6番ビシエド、2アウトになっています。この回のライオンズ打線ですが、八田さん、インサイド落ちました、セカンド取る、1塁アウト、3アウトです。2回の裏になります、ジャイアンツの攻撃。5番バッター中畑、ライオンズ得点に動きはありません。0対0です。引っ張った、取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスウィーラー、黒田、まずは先頭バッターを打ち取っています。追っつけて打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには指名打者の梶谷、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球時弾き返した打球はセンターへ。バッターボックス若林、ツーアウトになっています。ファウルになります。2球目打ちました、山田、一塁アウトで3アウトチェンジです。3回の表、7番から始まるライオンズの攻撃。丸が打席に入ります。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあ、ここはね、確実に行きたいですよね。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。変化球空振り、ワンアウトです。8番バッターはキャッチャー森。菅野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。引っ張った、中畑、アウト、ツーアウト。バッターは9番に入っている源田。ツーアウトランナーありません。これが1球目、初球わずかに外れてボール。154キロがいきなり出ました。インハイ決まっています。切れてますね。はい、外の変化球空振りでストライク。ワンボールツーストライク。打ちました、坂本、一塁アウト、スリーアウトです。3
3回の裏に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターは9番に入っている大城。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で打った、掴んだ、一塁アウト。打順は1番に返ります。バッター亀井、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。黒田、まずは先頭打ち上げました。ワンバウンドヒットになった、センター前ヒット、サヨナラのランナーを出してしまいました。バッターボックスは2番坂本、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。外の球打った、ファウルです。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるの。インサイド打った、抑えた、二塁フォースアウト、ダブルプレイ、チェンジです。回は4回の表に入っています。ライオンズ打順よく1番から始まります。さあ1番に戻ってきました。バッター一郎、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ライオンズ打ち上げた、セカンドフライ掴んでアウト、ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには山田が入っています。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあワンアウトになりましたが、変化球打った、スタートが抑えた、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁二塁となりました。さあそして打席には福留が入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。変化球打った、取った、そのまま入って一塁アウト、これで3アウト。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは3番の丸、先ほどの打席は内野安打でした。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには岡本が入っています。うーん、怖いバッターが続きますね。さあアウトカウントが、うちのボール打っていった、これはインフィールドフライ、ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそして打席には中畑が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあツーアウトながら変化球打った、掴んだ、一塁アウト、これで3アウト、試合終了。チャンスは作りましたがサヨナラに。